ブリーラブリー超ラブリー、皆さん女子終わりました。いや私ちょっと今日はあの裏側からちょっと皆さんにお伝えするんですけど、今ちょうど表彰式をやっているので本当に直後です。もう大興奮が止まらないんですけど、坂本ちゃんおめでとうございます。いや本当に、いやちょっとね一箇所ヒヤッとしたところもあったんですけど、やっぱりそのなんかこう全体の演技を見ていて、なんだろうな、こういろんな経験を積んできたからこそできる余裕のある演技だったかなっていうふうに思います。で、あの本当に坂本選手の迫力ある滑りとジャンプっていうところも出てましたし、なんかこう去年までは全体的にこう一本の糸がつながったような演技だったっていう印象もあったんですけど、今回はその糸がいろんなこう模様のした、いろんな形をした糸が一本につながっているのは、そんなドラマチックなあのフリープログラムだったなというふうに思います。素晴らしかった、本当連覇おめでとうございます。そして三原選手ですね、後半ちょっとねミスが出てしまったのと、まあ、いつもの三原選手に比べるとちょっと勢いがなかったのかなっていうところもあったんですが、三原選手にしか見せられない繊細かつ力強い滑りっていうところはしっかり見られたと思うので、今回ね6年ぶりの世界選手権、いろんな思いがあったと思いますが、また来シーズンに向かって頑張ってほしいなというふうに思います。そして渡辺倫果選手、まあ、渡辺倫果選手は、まあそうですね、ショートもフリーもトリプルアクセルしっかり挑戦してくれたっていうところはやっぱり次に向かっての一つのポイントになりますし、アクセルをミスした後ちゃんとその後のジャンプであの大きなミスなくこのフリーを終えられたっていうことは、とても渡辺選手にとっても大きなあの自信にもなったと思いますので、あの来シーズンはトリプルアクセルの安定っていうところを目指して頑張ってほしいなというふうに思います。あとはアイスダンスですね、リズムダンスが、終わったんですけど、あの大きなミスなくあの素晴らしいこのキレのお二人のダンスであのリズムダンスを見られることができてとても嬉しかったですし、明日はフリーダンスで体力面とかいろんな面も大変な部分もあると思うんですけど、どん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 二人のいいところを出しつつあの技にも挑戦していってるなっていうふうに思うので、フリーでも成長した姿を見せてもらいたいと思います。明日も頑張りましょう、応援しましょう。明日は男子ですよ、勝負も連覇頑張れ。